GLTV ストリートファッションタッグフーズハット。はい、今回もメインパーソナリティのパークです。よろしくお願いします。今回のホットなニュースはこちらになります。ドン、フェンディの、ペットトラベルラインになります。フェンディといえばイタリアの、高級ブランドっていうところで、ね、女性も男性もね、そこら辺の垣根はなく、いろんな人たちに愛されるブランドだと思うんですけど、結構ヒップホップ、そうですね、アイコンとしても結構ラッパーも結構着用率は高いんじゃないかなって思いますね。はい、ブリンブリンな感じで結構そういうフレックスするような、はい、感じで着てる、はい、身につけてる人たちもたくさんいます。で、今回は人間ではなく、ワンちゃん、はい、お犬様です ね。ワンちゃん用のアイテムなんですけども、結構さまざまなものが出てて、定番の FF ロゴをあしらいながら、ショルダーのストラップだったり、メッシュネットをこう両サイドにつけた、キャリーバッグ、あとはナイロンのロックコート、撥水加工付きですね。あとはリード、お散歩用の時のリードと、FF ロゴのメタルプレート付きの首輪だったりが揃っている今回のラインナップになります。お値段の方が最高額29万と7000円となっておりますので、はい、ぜひ何か機会があればゲットしてみたらどうですか、というような、はい、今回の紹介でした。今回ホットな話題として紹介させてもらったのがフェンディのペットトラブルラインでした。です。GLTV ストリートファッションとは。